今日はリンゴカスタードロールを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はリンゴカスタードロールを作りたいと思います。はい、ということで今回のレシピはですね、春巻きの皮でカスタードクリームと、あとはリンゴのフィリングを巻いて作っていきたいと思います。カスタードクリームはですね、全卵で作れて、さらに電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。ところどころ作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにリンゴのフィリングの材料からご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、お砂糖、シナモンパウダー、有塩バター、こちらの材料を使って作っていきます。シナモンに関しましては、もし苦手な場合は抜いていただいて OK です。そしてリンゴの量なんですが、今回は1個約 250g のリンゴを使っていきます。品種はお好みのものを使用してください。それでは続いてカスタードクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、薄力粉、卵、バニラオイル、有塩バター、カスタードクリームはこちらの材料で作っていきます。まず今回のカスタードクリームは全卵で作るカスタードクリームをご紹介していきます。もし卵黄だけで作りたい場合は、卵黄は2個使ってください。全卵で作るとどちらかというとすっきりとした甘さのカスタードクリームに仕上がります。そして今回はこちらのカスタードクリームに有塩バターを使っていきます。ほんの少し塩味が加わることで、その塩味がアクセントになって美味しい仕上がりになります。ない場合は無塩バターでも OK です。そして香り付けにバニラオイルを使います。こちらはですね、ない場合はバニラエッセンスで代用するか、もしくはですね、こちらは香り付けなので入れなくても OK です。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。春巻きの皮、薄力粉、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということで今回はですね、春巻きの皮で巻いていきたいと思います。こちらの薄力粉とお水は海苔代わりに使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、では作っていきます。まずはじめにリンゴのフィリングから作っていきます。リンゴを半分に切りましょう。そしてまた半分に切って4等分にします。あとは種と芯を取り除いてください。種と芯を取り除いたら、あとはね、普通に皮を剥きましょう。指をね、切らないように注意してください。はい、このように切ります。そしたらですね、こちらをだいたい2センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。切り方はね、やりやすい方法でやってください。はい、こんな感じ。このぐらいのね、大きさに切っていきます。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、リンゴはこのように切ってください。それではね、フライパンでフィリングを作っていきます。まずフライパンにですね、バターを入れてください。火にかけます。バターをですね、最初半分ほど溶かしていきます。こちらのバターもね、今回有塩バターを使っていきます。このようにね、有塩バターを使っていただくとリンゴの甘みが引き立ってきます。で、半分ぐらいですね、バターが溶けたら、ここにリンゴを入れます。そして一度混ぜましょう。リンゴ全体にね、まずバターを絡めてください。火加減はね、中火です。はい、でリンゴ全体にバターが回ったら、ここにお砂糖を加えます。そして混ぜましょう。はい、でお砂糖が溶けたら、火加減は弱火にします。火加減弱火にしたら蓋をしてください。そしてこのまま5分蒸しながら加熱していきます。時折ね、焦げないように蓋を開けて混ぜながらね、加熱してください。はい、では5分待ちたいと思います。はい、5分経ちました。蓋を開けます。今ね、このような状態になってます。一度しっかりとね、全体を混ぜます。こんな感じでリンゴがね、ちょっと柔らかくなってツヤが出てきます。このまま少しね、水分を飛ばしながら加熱していきます。火加減は弱めの中火ぐらいにしてください。はい、で大体ね、1分ほど加熱したら火を止めてください。そしてここにシナモンパウダーを振ります。そして混ぜましょう。
はい、リンゴのフィリングはこれで OK です。このようにね、ちょっとボロッと感が残る仕上がりにしました。それではこちらはバットに開けて冷まします。はい、このようにバットに開けて、そして表面にピタッとラップを貼り付けて冷ましてください。リンゴのフィリングはこれで OK です。それでは続いてカスタードクリームを作っていきます。カスタードクリームは今回電子レンジで簡単に作っていきます。この卵1個に対しての分量で作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして卵だけをよく溶きほぐしてください。はい、そして溶きほぐしたらここにお砂糖を入れます。お砂糖を入れたら手早く混ぜてください。はい、OK です。ちょっとね、まだシャリという感じが残ってても大丈夫です。卵の中にですね、お砂糖を入れてそのまま放置しておくと、砂糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまうので、お砂糖を加えたら素早く混ぜるようにしてください。それではここに牛乳を加えます。一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、そしたらここにバニラオイルを加えます。バニラエッセンスの場合は電子レンジで加熱して、その後一番最後に加えるようにしてください。そして混ぜます。はい、 OK です。お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかりと混ぜましょう。それでは続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はですね、そのまま入れてしまうとダマになりやすいので、必ずふるって加えるようにしてください。加えたらよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。それではここにふんわりラップをかけます。そしてこのように一箇所空気の出入り口を作ってください。それではこちらを電子レンジ600ワットで1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらラップを外します。で、まだねシャバシャバの状態です。こちらの温度を均一にさせるために、一度ね泡立て器でしっかりと混ぜてください。そうしましたらもう一度ラップをかけます。それではこちらを電子レンジ600ワットで1分30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらラップを外します。今度はですね、ところどころ固まってる状態になってます。これをもう一度泡立て器でよく混ぜてください。はい、塊が残らないようにしっかりと混ぜてください。それではもう一度ラップをします。最後はですね、電子レンジ600ワットで1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを外してください。そして最後ですね、しっかり滑らかになるまで混ぜましょう。はい、このように滑らかになりました。最後まだ温かいうちにこちらバターを入れていきます。そして混ぜましょう。混ぜてしっかりとね、バターを溶かしてください。このようにね、最後バターを加えていただくと、バターの風味も残って美味しい仕上がりになります。はい、これでカスタードクリームの完成です。それではね、こちらのカスタードも粗熱を取りたいと思います。まずね、この周りを剥がしてください。そして表面がね、乾燥しないようにピタッとね、ラップを貼り付けます。そしたら氷水を用意して、この上にボウルを置きます。カスタードなんですけれども、少し傷みやすいので、このように氷水に当てて急速に冷やしてください。ではね、このままだいたい30分ぐらいですね、冷やしていきます。それでは続いてですね、巻き終わりを留める糊を作っていきます。まず器に薄力粉です。そしてお水を入れてください。これをよく混ぜます。はい、ダマができないようにしっかり混ぜてください。糊の準備はこれで OK です。それではですね、今からカスタードクリームとリンゴのフィリングを包んでいきます。まずカスタードなんですが、今ね少し冷まして固まってるので、使う前に一度ねしっかりと泡立て器で混ぜてください。そしてこのように滑らかな状態にして使ってください。それでは包んでいきます。まずね、春巻きの皮を1枚用意してください。春巻きの皮はですね、ツルツルしてる方と少しザラついてる面があります。巻くときはですね、ツルツルしてる方が表になるように、ザラついてる方をこのように表面に出してください。それではまずですね、この手前にカスタードを置きます。はい、このように置いてください。そしてこちら冷ましておいたフィリングを乗せます。
はい、こんな感じで乗せてください。そしたらですね、春巻きを巻くように巻いていきます。まずこのように一巻きくるっとしてください。そして両端を折り込みます。このように折り込んだら、あとはね、手前からくるくる巻いていきましょう。で、巻き終わりがね、このぐらいになったら、ここに糊を塗ります。そしてくるっと巻いて、しっかりとね、巻き終わりを留めてください。はい、このように巻いていきます。この長さとかね、大きさに関しましてはお好みでやってみてください。それでは残りも同じように巻いていきます。はい、このように巻き終わりました。今回ですね、リンゴ入りがですね、全部で7本できました。カスタードがね、少し余ったので、残りの3枚でね、カスタードだけの方も作ってみました。こちらはお好みでやってみてください。カスタード自体はね、全部で10本分なので、少しね、リンゴを増やして全部入れていただいてもいいかなと思います。それではフライパンで揚げていきます。まずですね、フライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではですね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないように入れていきましょう。で、このままだいたい1分から2分ぐらいですね、表面にいい揚げ色がつくまで揚げてください。あんまり揚げすぎると中からカスタードが飛び出てしまうので、揚げすぎには注意してください。はい、 OK です。いい揚げ色になったら取り出します。はい、このように美味しそうにカリッと揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。そうしましたら、このままですね、3分ほど油を切ります。はい、これでリンゴのカスタードロールの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのようにカスタードとリンゴがたっぷり入って、美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。リンゴのちょっとした酸味が効いてて、すごく美味しいです。そしてこの中のカスタードクリームがトロトロです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のリンゴカスタードロールのポイントです。まずですね、今回は有塩バターを使ってます。この有塩バターの塩味が少し加わることで、甘みが引き立ってとても美味しい仕上がりになります。ぜひね、有塩バターを使って作ってみてください。そしてリンゴフィリングのポイントです。まずですね、今回リンゴのフィリングにシナモンパウダーを加えました。こちらはシナモンが苦手な場合は入れなくて OK です。少し酸味が欲しい時はレモン汁を加えて作ってみてください。そしてリンゴを切ったらですね、まず5分ほど蒸しながら加熱してください。そうするとリンゴからも水分が出てきて、さらにリンゴが柔らかくなります。そして5分ほど経ったら蓋を開けて、今度は水分を飛ばしながら加熱してください。その後ですね、だいたい1分ほど水分を飛ばしたら火を止めてシナモンパウダーを加えてください。続いてカスタードクリームのポイントです。カスタードクリームは今回電子レンジで作りました。さらにですね、今回は全卵で作るレシピをご紹介してます。もしより濃厚なカスタードクリームに仕上げたい場合は、全卵1つの代わりに卵黄を2個入れてみてください。作り方は同じで OK です。カスタードクリームの作り方に関しましては、材料を加えたらその都度よく混ぜてください。さらにですね、加熱した後もその都度しっかりと混ぜてください。そうすることでとても滑らかなカスタードクリームに仕上がります。そしてカスタードクリームなんですけれども、粗熱を取るときは必ず氷水に当てながら冷やすようにしてください。カスタードクリームは非常に傷みやすいので、そのままね、冷ましてしまうと傷んでしまう場合があります。なので必ずね、カスタードクリームはすぐ氷水で冷やすようにしてください。その時はですね、表面が乾燥しないようにピタッとラップを貼り付けるようにしてください。そして両方の材料が混ぜたら、春巻きの皮で巻いてください。この春巻きの皮で巻く時なんですけれども、ザラザラしてる方を内側にして巻いてください。そしてあとはですね、注意点としては、カスタードクリームがはみ出ないようにだけ注意してください。このカスタードクリームがはみ出て
てしまうと揚げる時に油跳ねの原因になってしまいますので、はみ出ないように注意して巻くようにしてください。あとは揚げるだけなんですけれども、揚げる時もですね、あんまり揚げ時間が長いとカスタードが飛び出てしまう原因になりますので、だいたい1分から2分ぐらいを目安に揚げるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクトロトロでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はリンゴカスタードロールを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。